ライズボア75キロマッチ。ターゲット渋谷、会社経営、滝沢陽一44歳。キック歴1年、人生初の試合に挑む。20代以来75キロ以下になります。当日は頑張って勝ちます。チームてっぺんよりコーキングや平野博士52歳。キック歴4年、てっぺんジムで培った技術と志で勝負。相手の方もとても強いと思いますが、練習したことをしっかり出して勝ちたいと思います。よろしくお願いします。平野博士 VS 滝沢陽一。それではただいまより第3試合、75キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー、186センチ、 74.45キログラム、 ターゲット渋谷所属、44歳、会社経営、滝沢陽一。赤コーナー、172センチ、 73.15キログラム、チームてっぺん所属、52歳、コーキング業、平野博士。レフェリー永瀬。さあ、ライズボア第3試合が始まります。今回もターゲット本部代表菅原雄介さんに解説で来ていただきました。菅原さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、第3試合、こちらも注目なんですけども。そうですね、チームてっぺん来ましたね。チームてっぺんの平野選手、そしてターゲット渋谷の滝沢選手です、はい、このジムもね、ターゲット渋谷とチームてっぺんでね、いいですよね。そうですね、対抗戦です。チームてっぺんは結構こう足使うかなっていう印象があるんで、はい、テクニックがどう見せるかっていうんですかね。一方の青コーナーの滝沢選手もリーチありますよね。そうですね、うん、結構落ち着いてますね、距離感も。ただこの平野選手も滝沢選手のリーチにビビらずに前に、ね、どんどん行きますよね。これリーチある選手に戦うにはどういう風に戦ったらいいんですか。リーチ、結構パンチ入ってますね。パンチ入ってますよね。この前蹴りとか嫌ですよね。いや、やっぱ懐深いですね。前足もしっかり上げてるんで、まあ、やっぱ下から下崩して上に近づいた方がいいかなっていう、うん、なるほど、うん、平野選手はこのまず蹴りから入ってのパンチを入れていきたいと。そうですね、うん、はい、下から行って上まで、うん、うおー、ハイキック、一発もらってすぐ返す、はい、ただ相手の攻撃が来た時にちょっと手が下がるかなっていう。なるほど、ガードはちょっと上げながら行きたいと思います。距離が来て手も一緒に下げちゃうとパンチもらっちゃうんで。ただ気持ちが強い平野選手、滝沢選手が、おお、ワンキャッチワンアタックはありです。経験数の高い。そうですよね。おお、もう1ラウンド終了。いや、菅原さん、あっという間の1ラウンドでした。これ結構レベル高いですね、やっぱ本当。そうですよね、この滝沢選手が44歳、うん、で平野さん52歳なんですね。本当にこの本当に52歳の動きには見えないですよね。普段はコーキング業をやってるということで、で滝沢選手が会社経営、うん、お前やったらね、戦わないですからね、絶対ね。普通だったらもう交わらない、交わらないですけども、後半どうなんですかね、これは、ね、ただこの平野さんは椅子に座らずにセコンドの声聞いてますよね。余裕ですか。余裕ですかね。普段そんだけ練習してるってことですよね。まあ、後半どうなるかですね、うん、これは年齢の差が出るのか、はい、さあ、見物です。おお、強烈な右、おお、バックハンドブロー。
今の聞きましたかね。結構入ってますね。ちょっとトリッキーな技もいいですね。ちょっと竹澤選手も今ね、うん、止まりましたよね。ちょっとやっぱ近く行けば竹澤選手の手が下がるんで、はい、ああいうフェイントっていうのが必要ですね。1ラウンドには全然見せなかったね、うん、技をね、うん、するっていうのは結構わかんないですよこれ、うん、平野選手は何か狙っているか、下がらない、下がらない。滝沢選手は前に前に行く。平野選手はもう下がらず行った方がいいかな。 2,3 発出したらいいかな。なるほど、圧をかけていった方がいいってことですね。一発で終わらないで、はい、パンチから蹴るまで。ちょっと滝沢選手も疲れてきたかな。ちょっと失速したっすね。でもガードをしっかり見えてるんで、はい、お互い気持ちが強いぞ。さあ右ストレート入ったか。平野選手も返していく。さあラスト10秒だ。さあどっちだ。蹴るまで行きたいですね。蹴りまで行けるか。おいやこれ見応えのある2ラウンドでしたね。いやもう気持ちがぶつかり合いですね、うん、いやただ1ラウンド目の滝沢選手の猛攻で2ラウンド目の平野選手のバックハンドブローは結構そうですね、結構ポイント取れてたんでちょっと分かんないですよね。これどっちに行くかちょっと本当に分からないですよ ね、 そうですね。さあただお互い持ってるものは全部出しましたよね。出しましたね、うん、さて、さあ注目の判定です。勝つのはどっちだ。ジャッジ大沢20対19、青滝沢。まずは滝沢。ジャッジ秋谷20対19、青滝沢。滝沢選手だ。ジャッジ佐藤20対19、青滝沢。さあ3対0で滝沢選手でした。まあやっぱちょっとパンチもらっちゃったかなっていう。あのバックブロー良かったですけどね。バックブローはちょっとね、はいはい、あの滝沢選手も面食らったところありましたよね。あのまま詰めれれば分かんなかったって感じですね。なるほど。いやただこのライズボア大会本当今まだ3試合目までですけど全部見応えある試合ですね。いやもうちょっと出たくなりましたいやさ次回大会菅原さんって言ってたらちょっと笑えますよってこんな会場も素晴らしいしね。そうですよね。今回から大手町三井ホールというところに来まして本当に周りはね静かなところなんですけどね、はいはいはい、あマイク聞いてみましょう。疲れました。まず僕より8校上で試合してくださった平野選手ありがとうございました。あと今日までトレーニングに付き合ってくださったジムの皆さん本当に感謝してます。ありがとうございます。もう何しろちょっと思ったよりたくさんの人が応援に来てくださってとても正直感動してます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。マイクも素晴らしいですね。皆さん立派です。いやもうまとめ方もうまいですよね、はい、コンパクトにね。ということで菅原さんこの3試合目まで、はいはい、解説ありがとうございました。どうでした解説やってみて。いやもう楽しかったです。もうすごい魂のぶつかり合い見れて、はい、自分もエネルギーもらいました。あ、はい、じゃあまた菅原さん、はい、またぜひ、はい、ライズボア解説来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。